ったのが何本かあったんで、はい、あのとりあえず根っこはさらってないんだけど、これねちょっとね出の悪いのも到着だ。今どうですかこういうの。欲しいですよね。さっきの見ちゃう欲しくないですね、うん、ここまで大きいとちょっと持ち運びが、ね、そうですね。ちょっといつも電車で持ち歩いてるからちっちゃいものいっぱいありますもんね。梅ね、まだありますよ。あるよ。機械ないと削れないと思う。そうですね。手でやるの大変ですよね、梅。あ、でもね、あっちにね、一個ね、この間お客さんに説明するのにやったのがあるんだけど、作っていく段階の時間をね、ゆっくり作ってあげれば、ちゃんと腐らせて、取っちゃ腐らせて取っちゃってやれば、普通の梅みたいなので。まあ確かにそうですかね。この間腰に下げてるささみだけでやって、はい、結構、いい感じになってる。年数でも結構かかる。まあね、その腐るまでがね。腐ってだから脆くなったのを取ってくる。逆にうちなんかで買うときにそれ脆くなったのを選んで買う。そう、さらっと始まりました。おめんさんに来ております。今回は高木さん、はい、やっと出番が。体を動かす。やっと出番が。来ました。専門みたいな。はい。凍ってるんですね、全部。最強寒波が昨日まで来てて。昨日までね。そうですね。まあ寒さもなんだけど、風がものすごくて。そうですよね。風すごかった。盆栽屋さん大変だったと思う。すごい、何でもかんでも吹っ飛んじゃった。今日とりあえず野菜とかだと農業体験みたいな感じで、今日は体験動画ということで、体験動画、はい、盆栽を畑から掘り出す、掘り上げて切り込む、はい、で鉢にあげる。やる機会も少ないんだろうけど、逆に言うとそういう体験もなかなかする機会少ないと思うの で、とりあえず、獅子頭と金箔をちょっと掘ってみたいなと思ってて、はい、でまず獅子頭から、これ今あのちょっと接ぎ木をする方を取るので適当にこう切っちゃってありますけど、これがバサーッと伸びた状態になってて、これを掘ってきちんと剪定をして根っこを切って鉢に上げるような状態にするというのをやってみたいと思います。まずね、掘り方なんだけど、まあ前にも説明したけど、鉛筆、これは関東地方でよく使われる、あのもうここに刃にしたスコップ。でも逆に言うと石のある畑は使えない、うん、ああはい、うん、関西とか四国とか砂利土壌の地方だとなかなかない。関東みたいな関東ローム層のところでよく使ってる。で、だいたい掘るのがこの幹に対して3方ポンポンって掘って、奥から1個つっついてみたいな感じで掘るんですけど、45度ぐらいな感じで、はい、ここからこの根の元に向かってザッと。その時に根を切ってるんですよね。根を切って切断してるんですよ、はあ、でそれを2箇所底で切るぐらいまで入れてあげると、こちらから1回切ってた、おお、こういう状態すごい、うん、こんな太いのも切れてますもんね。こういうのをね、すごい、すごい、芋みたい。まあちょっとこういう状態ね。で、あとでまたきっちり切り直ししたいと思うんで、で、もう切りやってみようかな。はい、はい、お、初体験、初めての盆栽掘り、はい、この辺ですね。そうだね、ちょっとでここに足をかけて、ちょっとハンドを、お、いいんじゃない。なるべく今みたいな歯ごたえじゃないけどあるでしょ、はいはい、それの一番下の根を切れるぐらいな感じで、もっと結構折れないから踏んづけなければ。隣は長寿梅、長寿梅、これ前の動画でやった時の、はい、これから切り込むんですけどね。いけ、お、すごい音、うん、よいしょ。意外と簡単に動画だってやってそうだけど、でも結構力いりますね。力いるのと結構難しい、うん、難しいですね、うん、あ、でだから持ち上げる、あ、なんかこの辺が切れてないね。この辺も一回こっちから、なるほど、はい、うん、難しい、他の木があるからね、うん、大丈夫、折れないから、大丈夫、おお、すごい、あ、で、この後こう切っちゃうからそうなんだけど、はい、今のパッてやつを思い切りよくスパンっていかないと、ここでこうやって下げて折れちゃうんだ、折れちゃう、ね、
まあ、もっと短く切っちゃうからこの辺問題ないんだけど、あの切り口がねやっぱり変わってる。今度は、はい、二度掛けの口頭の二度掛けの取り木をした時の動画で使った、はい、ちょっと小さくするやつの元の原木を掘るところ、分かりやすいように大きめのやつで、まあ、これ掘ってもらおうと思うんだけど、はい、これはねさっきのやつよりももうちょっとこういった時に他の木があるから、はい、もうそんなに深くまで入れなくても根が浅いから、はい、こっちはおすごい最後は手で、はい、うん、いけちゃう。この3番目のやつ、3番目ですよ、これですね、はい、これはい、そのぐらいで大丈夫。そしたら今度はこの隣の木との間にこういう感じで刃を入れて、あの一回こう入っちゃうとね、はい、上から蹴ってもねなかなかないんで、はい、この浅い時からのここからのグッとした反動でいかないと。ちょっともうちょっとレポートしてくんない？いやちょっと難しさがわからないよ。難しい難しいのと周りの配慮がちょっと。あ、はい、お、あ、いけたかな？はい、いけましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。難しいですよ。難しいんだ。難しいです。これはね見えてるから意外といいんだけど、これからちょっと掘る心拍はちょっと掘り、はい、もうちょっと掘りづらいかもしれない。本当難しいです。本当に難しい。コツをつかめばで、やっぱり周りに木があるのが気になっちゃうんだろうけど、障害物意外とね大丈夫な木は大丈夫なんだけどちなみにね、これがね、はい、3年するとこれになる。あ、3年でもかかるんですね。この、うん、しがしがとしてもこれ、太いから。これをね、3年すると、こういうふうになる。倍ぐらいになる。で、今度は心拍。ネギもある。これの場合、今この見えている株の中心に根があるとは限らない、ね。ああ、はい。ちょっと覗いて、根の元が、何がなんだか分からないそう、どこにあるかなんだけど、大体この輪郭の長さで掘って後で短くするから、今度は少し大きめに、うん、一番難しそう。本体見えないもんね。おお、すげえ。こういう感じ。おお、どうなってんの？ちょっと本当はね、掘る前に頭切っちゃってから掘ってもいいんだけど、はいはい、そうするともうちょっと掘りやすいんだけど。お？幹がこれ。これか。太いですね。うん。まあね、後で切り込めばちょっとわかると思うんだけど、好きなやつ掘ってみます。綺麗。好きなやつ。まあ、端っこの方が掘りやすいかも。これネギへの配慮が、ネギへの配慮ネギへの配慮がね、そっちでもいいし、そっちでも最初の勢いが大事大事大事ですね。勢いが大事か。勢いあった今勢いなさそうに見えた。それ周り6カ所ぐらいあれば今の感じだったらいいけど6カ所お、今良かったよ。その勢いでやれるわ。大丈夫、こっちアンチ入れて。折れない、心拍は折れないじゃん。大丈夫。無音だったね。もう向こう2カ所ぐらい。もう2カ所。やばいじゃん。ツイスターゲームやってるみたいな確かになかなかない。そう、意外とね、こういう折れないしね、まあ分かってればだけど、この辺の枝先っていうのはもう切って捨てちゃうところだから、はいはい、そんな気にしなくて大丈夫。あとこっち側ですよね。そうだね、もう一箇所ぐらいで直ってやらないとね。これが一番やっぱ心拍が大変ですか。うん、でも慣れちゃえばね、これ全部掘るのに2時間ぐらいかな。あ、でも2時間
掘るだけなら2時間かかんないかな。それをちょっとこう土を落としたり、上の枝を仕事場に持っていく前に、はい、一回こう掘り上げた後にバリバリリッと荒切りみたいにするから、それがあるんで2時間ぐらいかかる。なるほど。これ覚えて手伝いに来ないよ。そうですね、高木さん。はい、おお、土がすごい。はい、千里君どう。おー、立派だ。すごい立派ですね、すごいな。本来これで普通の仕事の時はこれだと傘があるから、この辺で適当にバリバリって切って、はい、もう一回切り直すんだけど、はい、まあ今回はこのまんま持ってって、はい、どうでした。いや、初体験。必死ですよね。でもなんか心拍の方が根が柔らかいですか。柔らかい、柔らかい。なんかさっきの、はい、より根を切ってる感じがしなかったっす。感触が、感触が。これ取ってきたものを運んできました。はい、これを今から調理して美味しくいただくと。天のじゃがいも掘り体験。じゃがいも掘り体験ですね。あの丸裸がまた見れる。前回のやつは本当に丸裸にしたじゃないですか。はい、今回のこのししがしだとこの心拍は丸裸にまではしない、しない、しない。枝を残して使います。じゃあ掘った順で、はい、シガシラからまずはね、一旦根からさばいていきます。はい、まずこの根をの土を一旦全部ある程度落とします。結構まだ凍ってるね。凍ってます、ね、普段はもうちょっと後の時期ですか。2月半ばぐらい。そうですね、普段はね、もうあと半月ぐらいしてから掘るかな。まあ心拍はね、最初に心拍を掘る、もうこの後接ぎ木をする台木っていうのを掘る作業があるんだけど、はい、もうそれがね、あとここで 2,3 日で終わるともうすぐに心拍が掘ります。もう掘ってこの頭木のように挿し木をしながら、まあ畑でバリバリって切っちゃった枝を少し束ねてきて、まあ、これ1個でね、この辺こういうのを全部挿します。こうやって挿し木で、ある程度でいいので、そしたらね、ハサミで上の根をね、こう整理して平らにしてあげるね。上向いちゃった根をね、ちょっと整理してあげる。これ大きいの取っちゃった。取っちゃった。大丈夫ですか。そしたらね、今度はサイド、はい、サイドをある程度ちょっとこう丸く切るんだけど、このサイズ感なんだけど、こうで全体でこう木見るでしょ。はい、木見た時に普通この木だったらこのぐらいの鉢に入れるんだけど、はい、そこいっぱいいっぱいまでこうやってやっちゃうと、ここから根分かれしてどんどん根分かれしていくのに、ここから根分かれになっちゃって、いつも鉢縁ギリギリで絶えず切るようになっちゃうから、短く切るんだけど、この畑から掘って枝を少なくする時のタイミングでいかに最初の根を短くできるかで、将来の粘りがかかってくる。で、だいたいね、こうやってパッと見た時の鉢に入る半分よりちょっとちっちゃめぐらいなイメージ。とりあえず自分の感覚で一回買いました。感覚で信じて。これこんぐらいかな。あ、結構。あ、結構。まあ、どうしても切れなかったらノコギリ使ってもいいけど、このぐらいのやつ、普通はこうやって切れる。すげえ。あ、いけた。さすがアメフト部。いや、アメフトじゃないです。ラグビー。ラグビーです。細いのも切っちゃう。細いのも、あのね、こういう風にある程度全部そんなに切っちゃって、まずサイドをこう輪郭整えて、はい、最後に下を平らにする。最初にこの輪郭に合わせて切っちゃう。で、最初やっぱり慣れてない人がパッとやるとおっかなびっくり切るじゃないですか。はい、要はこういう時にこう自立できるぐらいの根っこに、こう平らな根っこになってるかどうか、この底、そこがね、平らかどうか。これはいらないですからね。よくね、そこに長いのを残しておくと、はい、浅い鉢に将来入らなくなっちゃうから、うん、そこはなくてもいいぐらい。なくてもいい。まあ、実際にシガシラの根は荒っぽいから、はい、丸気なくするわけにいかないんだけど、ないくらいに。で、まあ、ある程度根っこの座が決まって、大体のこの正面みたいなところから見て、シガシラって、他のモミジとかだと、はい、この時点でここで切っちゃうんですよ、スパーンと。だけどシガシラは傷巻きが遅いのと、はい、新たな芽がね、こう焼け込んだりしちゃったりするので、シガシラは枝を、畑の枝をなるべく残して作ります。はい、で、特にこれはちょっとサイズがでかいので、普通のちっちゃいのよりは
少し多めに残すんですけど、ただやっぱり畑の枝っていうのは武骨なので、なるべくそれを目立たないぐらいのサイズ感で切っていきます。外の方に本当に一節ってあるんだけど、はい、その次のところぐらいで一旦細いのも太いのも一旦こう短く全部剪定してみます。枯れてるところは、枯れてるのもね、取っちゃってもいいんだけど、はい、無理に今取らなくても大丈夫かな、はい、後でまた春の剪定の時とか1年後の剪定の時にやってもいいし、まあ、取れるんだら取っちゃってもいい、はい、うん、ただ綺麗にさらうのは後でできるんで、取れれば取っちゃってもいい。その枯れてるところも無理に今取らないっていうのは、はい、これ枯れたところの脇にこれちっちゃい芽があるんですよこれをね、今ね荒っぽく綺麗に取ろうと思うとそれまで取っちゃうんで、後でね、きっちりこういうところ、この芽がしっかり伸びて、その次の時にきっちりとこう取ってあげる、はい、の方が安全ですね。芽が出てから、うん、はい、で何度も言うデベソみたいな感じにこうなってるでしょ、はい、その元にチクってあるんですよ、芽が。やっぱりこの元にこうチクチクあるので、まあ、今これスパッと取らずに伸びてから後できちんと処理してあげる。なるほど。まあ、それもこの同じですよね。この枯れてた枝の枝元にちゃんと芽があって吹いてきてる、はい、これをねこういう風にしてこれで一旦鉢上げて芽が吹いてっていうことをやるんですけど、まずこれの時になんとなくこの辺のサイズ感は悪くないんですけど、やっぱりね格子ねと大きいのと凍っちゃってるからしょうがないんだけども、平らにしたつもりでいるんだけども、本当にきちんとやってみると意外と平らになって、お意外とね、あこうなってくるとすごい、まあここで揃えればこの辺がねいらないんだけども、でここで揃えるんだとこっちはいらないけど、こうちょうどこうやって3つあるから、はい、まあ、ここでサイズ感をこう揃えて、こっちもこう手作りに揃えて、で、うん、お、え、ここに切っちゃう、うん、そうすると底が揃うじゃないですか、ね、全然違う、うん、いや、 やっぱ底の根はやっぱいらないんですね。いらないね。で、例えばこの原木を見て見た時に、はい、もうここまではもうどうやっても使わないなっていう木がもしあったとする、うん、将来的にはもうこの取り木これ絶対だなって必須だなっていうような樹形だった場合は今みたいにそこまで無理して取らなくても大丈夫、はい、だからこれからちっちゃい方やるけど、ちっちゃい方はもう取り木前提だから、はい、根の作りはまたこっちとは違う。でこれは今前提はこのまんま鉢上げて作ろうと思うからこういう根にして、ここのどうしても足んないところとかは必要ならば根継ぎをしたり、根がこういうのが吹いてくるのを待つ、はい、あと上の剪定、こうなんとなくこう正面をねこう踏めた時に枝の短さはいいんだけど、この長さがやっぱり前の時よりも長くなっちゃってたり、節、はい、がこうね長く残しておくとこっからしか吹かなくなっちゃうんで、やっぱりこういうところはきっちりと詰めといてある、はい、ここも強いじゃないですか。この間がね、武骨が残っちゃうので、ここに芽があるから、ここで切っておいて、ここから小枝が出れば、はい、同じ太い枝があっても、ちょっと隠れる。柔らかみが出てくる、ね、うん。一番の問題は、まずね、芯、てっぺん、はい、どれにするか。これでいくと、候補はこれかこれなんだけども、なんとなく幹の流れからいって、これだとこれはまっすぐこうしちゃったよね。こっちだと振りが出るじゃないですか。しかもこっちにこの枝があるので、ここでスパンとちょっと大きめの枝を抜いてもこっちに焼けが降りそうもないので、で頭をこうね、でこれはストンと角みたいに出ちゃうんで短くして、ここから小枝を振らして柔らかみを出した、はい、頭を考えておくってことですよね。そう、頭を決めてからじゃないとその下の枝がね、もしこっち頭にしたら、うん、この枝は この辺で切らなきゃいけないし、うん、でまたここから残しちゃうと全部残すと3つの車枝みたいになっ
こう株立ちの枝みたいになっちゃうから、はい、真ん中これを抜くことによって2本の枝分かれの木になる、うん、でこれ枯れ込んでからまたきっちりとちゃんとやってあげる、うん、あとこれがやっぱり長いとゴツゴツ感がここまで来ちゃうんでこれを短くしてあげる。なんとなくこうやって正面から見た時にこれ見えてるじゃないですかこの枝、うんうん、はい、でやっぱりちょっとごつい感が残っちゃってるので、はい、やっぱ裏なんでちょっと切っちゃってでこの芽育ててあげて、そうすると正面から見えなくなるんで、うん、同じ太い枝残っててもちょっとごつい感が、うんうん、なくなるかな。まあでもこれね、シガシラ成長が遅いかのが逆に今すぐやらなくても少しずつしか成長していかないから、残しちゃってその枝が急にガッとごつくなったりすることはないので、後から例えばこれが やってみたけどやっぱりごつすぎたなって言ってこの辺芽吹いたらここで切っちゃうとか、うんうん、まあ、とりあえずはね枝がほぐれて柔らかく見えたところを想像しながら切らなきゃいけないっていう、ちょっとねめんどくさいところがある。なるほど、まあ、ある程度こんな感じ、まあ、かなり天才が入りましたけども、はい、またまた初体験、初体験、まあ、それはしょうがないよね初体験で次あのどっちか、一応今回はここまで、はい、次回は二度掛けしたシシガシラの元の原木ですね。あとは心拍が心拍残ってるというところで、うん、そちらもお楽しみに。次はこれでありがとうございます。動画のご視聴ありがとうございました、はい、盆栽Q ではスポンサークレジットを募集しております、うん、詳しくは概要欄をご覧くださいよろしくお願いします。こんなお得な企画ができたんですか、ね、そんなにお得な企画ができたんですか広告です、広告です、はいはい、ぜひお願いします